代表のワールドカップイヤーのトーナメントダイナスティカップの相手は強敵韓国で、今度は日本です。日本はゴールキーパーに奈良崎を入れてきました。川口ではなく害がある選手だと思います。で、まあ、あの岩田でもこのポジションやっていますのでね、まあ、攻撃はあのまだちょっと経験不足なんですけれども、守備に関しては非常に忠実で強い。でこの、はい、あのそれは中田君だけの問題じゃなくて、やはりチーム全体ジョーにもっとプレッシャーをかけろ、はい、そういうシーンでした。前線からで体もそれほど大きくないということはゆっくりキープですね。中田にはユサンチョルがかなり厳しくついている。このパス出しもできる選手、非常に能力の高い選手です。今日は左サイドに入っているようですが、中田の特別マーカーということでしょうか。中田が入ってくる。いや今のねパスがあと30センチ外側ですと中田君なしに行ったんですがね、惜しかったですね。そして折り返してジョーというところだったでしょうが、はいはい、らしいチャンスはありません。あのその時の調子でさあ上へ、いや北沢です。今の見て分かるね、今のヘディングの試合が始まって十数分でまだどうにはキム・ハクチョク、この韓国の奈良橋、中田、今度はチェ・ソンヨンが出てくるタイミングなんかどうですか。まあ、今のところはそれほど危ない場面もありませんし、いいと思います。サイドを使います。これは同点になりました。中田狭い地域で七海だ。今のところはパス狙ったダメですね。とりあえず前線に送っとかないといかんと。中田前に送った。中山の視線が塞がれた、そんな感じはありましたが、ここは鴨さん言いました。同点でカウンターやられるというケースが多いですね。ここで中田には相変わらずマークがついている。難しい角度から服部君はスピードありますね。今のディフェンスなんかでもよく前、30分経ったら変えようかなというとこじゃなかったと、かと思う。厳しいマークを受けている代わりに、まあ、ポジションの特性もあるんでしょうが、七海の方は中田よりは中田2番がついている。ですから結果的には中田 の、 そのミスコントロールみたいなボールが多いですね。潰しは早いですが、なかなかね、ただジョー君もあそこでこうダイレクト、あ、来た中田後ろに感じている。2番のチェソミョンが来る。柔らかいさばき、ちょっとハットリックタックル早かったね。タックル1回入るとスライディングは起き上がるときにもう相手が前に抜けています。もういないですから、1回お尻つけてしまうとですね。さあチャンスになった、抜けてきた、抜けてきた、抜けてきた、チャンスになった。終了前、さあこれで動くでしょうか。中田フリーになっている。中山がスルーか。これで中田そして失敗するとピンチになるわけですね。中田ちょっとインサイドうまくコントロールできませんでした。ああいうミスは何でもないですから、前に出した狙ったパスが3回に1回通ればいいんですから。いうこと。それから3点目にキムドフン9番と10番のチェヨンス監督、中田ここでミスを出さないように、ならに中山、相馬、中田が出てきた。相馬が中に入る。ホイッスルがあって中田に対するファウル、日本のフリーキック、なかなか早いフリーキックさせてくれません。前を向かしてくれないですね。中田君もすごく動いてるんですよ。運動量は今日 すごくあるんですけれども、なかなか前を向いて持てない。曲げてきましたと思うんですが、はい、中田に合わせた。
流れた中田、中田がフリーになっている。北沢が左へ出る。シュートだ。中山、中田がうまい。コースを見て。ここで外してここで切り返すんですね。シュートが来ます。面白かったんですよね。日本は平野を用意しています。まい。井原。中田うまい。よし。平野もっと出なダメだ。あーっと潰された。中山潰されたが中田キープ。もう一度ハットリ。慌てない慌てない。ボール縦入れるとカウンターが来ますからね。七海。中田へ。中田はスペース。中田に相変わらずマーカーがついている。2番のチェソンヨン。中田左奈良橋が走った。うまい。右だ奈良橋ダイレクトだ。井原から中田、中田がフリーになっている。中山が逆サイドに走った分ちょっと遅れました。よく頑張って左を使うか。日本ボールしたんですけれども、岡田監督は30分を回ってなお攻撃の選手の交代をしません。平野を変えただけ、平野を入れただけです。さあフリーになっている奈良橋だ。もっと中田よく見ていました。さあ中田が前に向かう。中田が切り返す、はい、サイドへ流れる。うーんとこれは日本ボールのフリーキック。中田が日本の心臓だということは韓国はよく知っています。さあ鴨さん、ここはどうしますか。吉田監督、さあ逆に長見、中田、中田取ってくれませんでした。スッと下がって、はい、いいポジション取りましたね。その服部が返したボールが中田を少し押し上げます。中田、決められた通りにやるというんですかね、だから約束が守れるということですね、さあ抜けた。そうなら服部、日本です。上は起き上がってほしくないはずです。ロスタイムは鴨さんどの程度だと見てますか。キープするというようなことじゃなくて、前でやればいいと思います、ね、なるほど。実質的な影響はそれほどないと思います。さあ早いフリーキックで、これ前、サイドにする。中田がいる。岡田が走る。そう、平野も行く。平野がスペースに行く。ちょっと前すぎました。スペースにおいても少し修正点は出ましたけど、まあまあのところ行ってるな。